あ波現役搬送者自衛消防組織とは、消防法第14条の4、危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則に基づき一定規模を有する、危険物を取り扱う事業所に設置が義務付けられている、事業所の従業員により構成された自衛の消防組織のことを指す。自衛消防組織とはあくまで法律上に規定する名称であって、 事業所において設置している場合は、自衛消防隊と呼称する場合の方が一般的である。日本の火力発電所などの大規模な事業所には、科学消防車などを備えた有力な自衛消防隊が整えられている。同じく事業所のうち、石油コンビナートなどで事業を営む特定事業者においては、石油コンビナート等災害防止法により、自衛防災組織、 原子力事業者については、原子力災害対策特別措置法により、原子力防災組織という、異なる、法的根拠、規定のもとで、それぞれ防災組織を定めることになっている。なお、高層のオフィスビルや、ショッピングセンター等においても、自衛消防組織があるが、こちらは、消防法8条の2の5、同法36条、消防法施行令に基づき多数のものが出入りする。 一定規模以上の防火対象物を対象に編成されており、存在意義や法的根拠が異なる。危険物保安統括管理者を選任しなければならない事業所の条件と同じであり、第4類の危険物を取り扱う以下の事業所である。自衛消防組織について規定する法令は以下の通りである。第十四条の四同一事業所において、政令で定める製造所。 貯蔵所または取扱所を所有し、管理し、または占有するもので政令で定める、数量第38条法第14条の4の政令で定める、製造所、貯蔵所または取扱所は指定施設とする。日報第14条の4の政令で定める数量は、第30条の3第2項に規定する数量とする。第38条の日報第14条の4の 規定による自衛消防組織は次の表の上欄に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ同票の中欄及び空に掲げる数以上の人員及び科学消防自動車を持つて編成しなければならない。ただし火災その他の災害のための総合応援に関する協定を締結している事業者については総務省令で定めるところにより編成することを持つて足りるものとする。 二前項の科学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。三第一項の科学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。本規則は危険物の規制に関する政令第38条の2に規定する総務省令のことを指す。第64条例。 第38条の2第1項に規定する総務省令で定める人員数及び科学消防自動車の台数は次の通りとする。1指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第5及び第6に指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、 別表第6の人員数及び、科学消防自動車の台数。第64条の2例、第38条の2第1項正し書きの、総務省令で定める編成は、火災その他の災害のための総合応援に関する、協定を締結し、第65条例、第38条の2第2項の総務省令で定める、科学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次の通りとする。 当年ゼネラル石油清水輸送所自衛消防隊大型科学者高所放水者動画ありがとうございます。